私はそれから時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は在宅であった。先生に会う度数が重なるにつれて、私はますます刺く先生の玄関に足を運んだ。けれども先生の私に対する態度は、初めて挨拶をした時も、婚姻になったその後も、あまり変わりはなかった。 先生はいつも静かであった。ある時は静かすぎて寂しいくらいであった。私は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていた。それでいて、どうしても近づかなければいられないという感じが、どこかに強く働いた。こういう感じを先生に対して持っていたものは、多くの人のうちで、 あるいは私だけかもしれない。しかし、その私だけには、この直感が、後になって、事実の上に証拠立てられたのだから、私は若々しいと言われても、馬鹿げていると笑われても、それを見越した自分の直感を、とにかく頼もしく、また嬉しく思っている。人間を愛しうる人。 愛せずにはいられない人。それでいて自分の懐にいろうとするものを手を広げて抱きしめることのできない人。これが先生であった。今言った通り先生は始終静かであった。落ち着いていた。けれども時として変な曇りがその顔を横切ることがあった。 窓に黒い鳥影が刺すように、刺すかと思うとすぐ消えるには消えたが、私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのは、雑司がやの墓地で不意に先生を呼びかけた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで心よく流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせた。しかし、 それは単に一時の撤退に過ぎなかった。私の心は五分と経たないうちに兵糸の弾力を回復した。私はそれによりべ、暗そうなこの雲の影を忘れてしまった。ゆっくりなく、またそれを思い出させられたのは、小春の尽きるに間のない、ある晩のことであった。 先生と話していた私は、ふと先生がわざわざ注意してくれた胃腸の胎児を目の前に思い浮かべた。勘定してみると、先生が毎月例として墓参りに行く日が、それからちょうど三日目にあたっていた。その三日目は、私の家業が昼で終える楽な日であった。私は先生に向かってこう言った。先生、 雑誌ヶ谷の胃腸はもう散ってしまったでしょうかまだカラーボーズにはならないでしょう。先生はそう答えながら私の顔を見守った。そうしてそこからしばし目を離さなかった。私はすぐ言った。今度お墓参りにいらっしゃる時にお供をしてもようござんすか私は先生と一緒にあスこいらが散歩してみたい。 私は墓参りに行くんで散歩に行くんじゃないですよ。しかし、ついでに散歩をなすったらちょうどいいじゃありませんか。先生は何とも答えなかった。しばらくしたから、私のは本当の墓参りだけなんだから。と言って、どこまでも母さんと散歩を切り離そうとする風に見えた。 私と行きたくない口実だかなんだか。私にはその時の先生がいかにも子供らしくて変に思われた。私はなおと先へ出る気になった。じゃあ、お墓参りでもいいから一緒に連れてってください。私もお墓参りをしますから。実際、私には母さんと散歩との区別がほとんど無意味のように思われたのである。 すると、先生の眉が、ちょっと曇った。目の内にも、異様の光が出た。それは、迷惑とも、嫌悪とも、イフとも片付けられない、かすかな不安らしいものであった。私は、たちまち、蔵誌替えで先生と呼びかけた時の記憶を、強く思い起こした。二つの表情は、 全く同じだったのである。私は、と先生が言った。私は、あなたに話すことのできない、ある理由があって、人と一緒にあそこへ墓参りには行きたくないのです。自分の際さえ、まだ連れて行ったことがないのです。